皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。連日ですね、次々に WeWork の問題が報道で明らかになっています。今日はですね、今回の WeWork ショックのその後と、不動産市場の影響というテーマでお話しさせていただきたいと思いますが、いろいろ内容がショッキングなのであらかじめお断りしておくと、本日説明させていただいている内容はですね、いずれもフィナンシャルタイムだとかビジネスインサイダーだとかウォールストリートジャーナルに掲載されている情報をまとめて報告させていただいておりますので、もしクレームとかあればですね、そちらのメディアの方にお願いいたします。まずはですね、前回の動画から時間経ってますので、その後おさらいしていきます。WeWork はですね、9月30日に当初予定していた IPO を断念するというふうに方針を発表しました。WeWork は8月にですね、銀行から60億円の、コミットメントラインですね、6500億円くらい調達しますと、コミットメントラインを確約したんですけれども、その6500億円の調達のためにはですね、まず IPO が前提で、 IPO の公募で30億ドルですね、つまり3200億円くらいを調達することが前提だったわけですね。なので今回 IPO を断念するっていうことに、なってしまったので、 WeWork は90億ドル、つまり9700億円ぐらいの調達の目処を失ってしまったってことですね。イギリスのフィナンシャルタイムズによると、ソフトバンクは We カンパニーに追加出資の計画があって、15億ドルぐらいが当初の予定だったんですけど、今回の上場断念によってですね、資金難に陥っちゃうので25億ドルぐらいに引き上げる方向で今協議をしているっていうふうに報じられています。で、当然ですね、今までの評価額よりも低い評価額で、ソフトバンクは We カンパニーの株を取得するって話になってるわけですが、これも実現可能性についてはまだ、見通しが立ってないってところですね。で、その間にですね、次々とアダム・ニューマン元 CEO の所業が明らかになってきたっていう話で、いろんなところで報道されてるわけですね。もともとすごい人をその気にさせて、WeWork で働く人生がいかに素晴らしいかみたいなことを熱く語る能力みたいなのがもうズバ抜けていたっていうふうなカリスマ性みたいなものが注目されていたわけですけれども、その一方で、実際はお金の使い方の公私混同ぶりだとか、性差別だとかが相当ひどかったみたいなんで、暴露記事っていうのがどんどんネットに出てきてるわけですね。で、ビジネスインサイダーの記事によれば、WeWork のですね、ニューヨークのチェルシー地区の本社にはですね、シャワー室だとかサウナだとかマッサージテーブルみたいなものを完備したニューマン仕様のプライベートルームがあって、バスルームもあって、そこで定期的に会議とかをやってたみたいなんですけども、6、7人の会議の中で、いつも会議中は酒を大量に飲むみたいな形ですね、テキーラばっかり飲んでるって話で、酒飲みながら会議するんで夜中3時までずっと続いて、アシスタントは会議終わるまでずっとストーブに控えてなきゃいけないみたいな話ですよね。ですごい激務なんで、離職率がありえないぐらい高いと。一方で、アダム・ニューマン氏の知り合いだとか、親族だとか幅を利かせていたっていう話とかも報じられています。特に役員でもあった妻のレベッカ氏の人遣いの荒さっていうのがひどくて、スピリチュアルにハマって、こいつのエナジーが気に入らないという理由で、従業員をクビにすると。なので2年間で6人の役員秘書を特化引き返したみたいなことも報じられています。また、複数の社員の話によると、このレベッカさんですね、美的感受性みたいなものが、絶対主義みたいなものがあって、もう白ずくめのものについての、こだわりが強くて、白のスプレー用意させてですね、デスクの固定電話全部解説して、白く塗った上で、組み立て直させたみたいな話も出てます。で、社内では性差別もひどくて、女性は業務に深入りできず、会議の発言が許されてないみたいな話ですね。なので、役員に女性が一人もいないみたいなものが問題になってたわけです。で、2018年までですね、毎年行われていた、社員全員が強制参加するサマーキャンプっていうのがあるんですけど、すごいお金かけてですね、イギリスの人気オルタナロックバンドのバスティルですか、のダンスミスを呼んでですね、贅沢な生ライブやりながらやるサマーキャンプなんですけど、その中でですね、マリファナだとか、ランコパーティー三昧だったっていう風な証言が出てます。ちょっとこれ自粛して説明してます。こんな状況だったんで、WeWork は現在もいくつかの訴訟を抱えてるわけですね。元幹部、社員2人が、性差別とセクハラで同社を訴えてるっていうことですね。WeWork 自身はそれ認めてません。もうこれでもかっていうぐらいな暴露記事が連日出てるわけですね。これは炎上もするわという状況です。で、金遣いも相当荒かったみたいで、ニーマンスのためにですね、2018年ですね、高級プライベートジェットのガルクストリーム、6000万ドルですね、65億円のプライベートジェット買ってるわけですね。スティーブ・ジョブスだとか、イーロン・マスクが持ってるやつですね。で、忙しく仕事をする CEO が世界を飛び回るためにプライベートジェットを持つっていうのは全然ありなんですけど、ジェット機の中で何が行われたかというと、マリファナパーティーが行われてたと。さらにですね、テレビとかも設置してあって、従業員がですね、ニューマン氏の子供のために、見る番組とか映画をですね、何千本もダウンロードさせられてたみたいな、結構パワハラみたいな話が出てるわけですね。で、ニューマン氏が来るときには常に1本1万5000するテキーラの用意がないとブチ切れられてたっていう話で、本当にパワハラの極みなんですけど、こんなお金の使い方したら、それは脅迫の創出になるかなっていう話ですね。で、まだまだあるんですけど、これもうゴシップ系 YouTuber じゃないんで、キリがないんで、その話また後に移りますね。
さて、上場回避ということなんですが、まあ、経営健全化させないということで、現経営陣は苦慮しているわけです。まず、重要な役職についていたアダム・ニマ氏の親族だとか、幼なじみですね。まあ、そういった方々が役職についていったのもどうかと思うんですけど、まあ、そういった方々を次々と辞任させました。で、ウィーワークジャパンでもですね、10月2日 CEO のクリス・ヒル氏が退任、発表したんですけど、クリス・ヒル氏はですね、アダム・ニマ氏の義理の兄弟なんですね。で、また、それ以外にも大規模な冷酷を検討していて、まあ、組織の縮小化を図っています。社員の3分の1に当たる、最大5000人のですね、冷酷を検討しているっていうふうにも報じられています。で、契約予定だった新規オフィススペースの契約も全部一時凍結っていう状況ですね。で、当然資産の売却も行っていて、まあ、イベント開催プラットフォームのミートアップだとか、オフィスマネジメントスタートアップの、Q マネージドだとか、マーケティング会社のコンダクターですね。最近買収したいくつかの、企業の売却を検討しているって言われています。またさっき話した65億円の高級ジェット機ですね。ガルフストリームも売りに出てますね。で、ロサンゼルスで開催されるはずだった WeWork のグローバルサミット。まあ、これも開催中止っていうふうに言われています。まあ、なんとかですね、事業を適切な規模に縮小させて、安定経営に、まあ、行っていこうということでですね、経営陣の今努力が見えている状況です。さて、ここで問題になってくるのはですね、WeWork にビルを貸している不動産オーナーの方ですね。ここからが本当の本題です。で、格付け会社であるフィッチはですね、まあ、WeWork の格付けをですね、デフォルトが現実の可能性になるっていうですね、CCC プラスに格下げしたんですね。で、この格付けの意味は、会社それ自体がうまく再構築することができないというリスクが実質的に増加したっていう意味なんですね。なので、まあ、どういうことかっていうと、まあ、これからの経営に疑義が生じてるってことですね。WeWork はもうすでに巨大なスペース借りてしまってるわけですよ。その賃料負担が重いってことですよね。コスターによるとですね、WeWork はニューヨークに 7.7 ミリオン平方フィート、700万平米ですね。ロンドンに 4.1 ミリオンフィート、もうオフィススペース持ってるわけで、借りてるわけですね。で、量として最大のプライベートテナントになってるわけです。で、その他にもサンフランシスコだとかバンガロールとか上海だとか日本だとかに、まあいろんな拠点にオフィス借りてるわけですね。で、この家賃負担が重いと。で、ウィーワークの今後の全リース期間の家賃総支払い額っていうのは、まあ、くしくも470億ドル、まあ、つまり5兆円ですね、の支払い予定があるってことですね。で、ハーバードビジネススクールの学者によると、2020年ですね、来年、そのうちの23億ドル、つまり2400億円ぐらいの、債務の支払い期限が来るっていうんですね。まあ、それは90億ドルなんとか調達したかったよねって話ですね。で、こうした今後存続できるかどうかわからないっていうような状況が、まあ、世間に出るとですね、まあ、当然ですね、誰も WeWork にはオフィス貸したくないよって話になってるわけですね。なので、ロンドンの、まあ、2つの大規模、物件の不動産オーダーは、賃貸契約の書類に署名しないっていうふうに、まあ、メディアにリークしてますね。なので、WeWork に、まあ、オフィスを貸してるオーナーさんも、まあ、別のテナントに貸し直したいんだけどみたいな話で、まあ、いろいろ、ブローカーに相談してる状況です。WeWork みたいなフレキシブルオフィスプロバイダーですね。今、オフィス市場の中で結構なシェアを占めてるわけです。クシマンドウェイクフィールドによると、2016年以降ですね、こうしたフレキシブルオフィスプロバイダーは、マンハッタンで 7.8%、ロンドン中心部に至ってはですね、オフィス市場の 17.1% をですね、こうしたプレイヤーが占めているって言われて、まあ、非常な影響力があるわけですね。そのうち、まあ、ロンドンだとですね、17.1% のうち 6% のシェアが WeWork だったって話になるわけです。で、この急成長がオフィス市場を支えてたわけなんですけど、この急成長が期待できなくなっちゃったってことですね。なので特にオフィス市場では下落の圧力があるって話です。で、シェアハウスだとかこういうコワーキングスペースってのはちょっと高い賃料を、まあ、不動産オーナーに払う代わりに、まあ、長い期間のフリーレントの契約を確保して採算を合わせてるわけですね。で、その高い賃料、相場にちょっと高い賃料払ってくれる相手が限界を迎えちゃったって話ですよ。なので市場の成長性に疑義が生じてるってことですね。で、実はですね、まあ、ここ数年ですね、ニューヨークのマンハッタンのあたりってね、もう賃料高くなりすぎちゃって、結構空き物件増えてきちゃってるんですよね。例えばこちら、2016年にですね、開設したサイトなんですけれども、店舗の、まあ、空き物件状況が分析できるっていうですね、ベーカントニューヨークっていうサイトがあるんですね。で、今、ニューヨークではこの空き店舗ってすごい社会問題になってるわけですよ。で、このサイト見てみるとですね、建物ごとの空き状況がわかるんですね。まあ見た通り赤になっているところが現在空室の、まあ、状況なんですけど、マンハッタン全体で相当空室店舗があるってことがわかります。これ地図ですね、拡大してクリックすると、まあ、建物名もしっかり確認できるんですね。で、まあ目抜き通りの5番街ですらですね、これだけ空き物件があるわけですよ。まあなんでこんなことが起こったかっていうと、賃料がずっと上がり続けちゃった結果、安い レストランだとか、まあ古くからバーだとか、ライブハウスだとか、まあどんどん撤退余儀なくされちゃってるっていう状況なんですね。クシマ&ウェイクフィールドのレポートによると、2017年の世界賃料ランキングで5番街の中心部ですね、一つもの賃料どれくらいかっていうと月額100万円だっていうんですよ。まあこれじゃあ、まあ収益性の高いタピオカ店やっても全然採算合わないですねって話ですよね。
で、まあ通常ですね、こうしたテナント店舗っていうのはですね、まあニューヨークとかの場合だと10年契約なんですけど、まあ大規模チェーンですね、まあそういったともっと長期間のリース契約とか結んでくれますし、もっと高い賃料が期待できるわけですね。なので、まあこういったオフィスオーナーとか、ビルオーナーとかはですね、小規模な家族系のお店なんかに貸すよりも、まあ2、3年空いてもいいから、ちょっと高くて借りてくれるような大規模チェーンとかに貸したいみたいな話になるわけですね。で、これが今ニューヨークですごい問題になってるわけですよね。なんでもう、どんどん古い街並みがなくなってっちゃって、ブランドの旗艦店しかないみたいな状況になってて、でも空き店舗がすっごい目立つみたいな感じで、街並みがガラッと変わっちゃってるわけですね。で、まあ、また、古くあるですね、歴史的な店舗みたいなものもどんどん閉鎖していって、ニュースにもなりましたけど、100年以上ですね、歴史を持つ老舗百貨店の、ロード&テイラーですね、これも17年に5番街の店舗を売却しましたね。まあ、これの原因はアマゾンによって、まあ、百貨店の売り上げが低迷したってことが原因だったわけです。で、この、ロード&テイラーの、もうこの百貨店ですね、誰が買ったのかっていうと、8億5000万ドルでウィーワークが買ったんですよね。で、これ皮肉なことにですね、アマゾンがここにニューヨークの拠点構えようってことで今 WeWork と交渉中だったっていうですね、まあ何かとも皮肉な話があるわけです。なので、まあ、ロンド&テイラーは Amazon によって追い出されちゃって WeWork に買われちゃったその店舗が、まあ、その Amazon が拠点にするってことで交渉してるって話ですね。まあ、この交渉の結果今後どうなっちゃうのかってことは非常に見ものなんですけど、まあ下手したら WeWork ここの拠点 Amazon に売っちゃうかもしれないですね。まあ、こんな感じでですね、ちょっときな臭くなってるマンハッタンのマーケットなんですけども、ニューヨークのオフィス空室率って大体 7.4% ぐらいなんですね。で、仮に WeWork なくなっちゃうとすると 10% 以上の空室率になっちゃうんで、まあ、WeWork の縮小によってですね、不動産市場の下落圧力がまあ大きくなるっていう、顕在化するって話が報じられてるわけです。さて、その WeWork の今後なんですけども、まあ、ちょっと厳しいなというふうに予想されています。ちょっと説明したんですけど、アメリカではですね、ちょっと景気が今低迷している状況で、あと2年ぐらいで不動産マーケットってのは不況に落ちるんじゃないかみたいなことが予測されています。なので、こうしたコワーキングスペースがですね、どんどんまあその撤退を余儀なくされるんじゃないかっていう予測ですよね。まあ実はこうしたコワーキングスペースってのはですね、不況にすごい弱いビジネスモデルですよね。まあみんな多分忘れてるかもしれないんですけど、リージャスですよね。ドットコムバブルが、崩壊した時に、まあこれリージャスってドットコム時代、バブル時代のWeWorkそのものなんで、ドットコムバブルが崩壊した後ですね、リージャスってチャプター11を申請して破産しましたよね。まあなんでかっていうと、不況に弱いからですよね。で、WeWorkの売りってのは、1ヶ月単位で柔軟にスペースを増殖できますってところがあるわけですけど、逆を言えば、1ヶ月単位ですぐテナントがいなくなっちゃうっていうリスクも抱えてるわけですよ。これが普通の不動産のテナントリースと大きく違うところですよね。まあ、実際ドットコムバブルが弾けちゃった時に、リージャスのテナントだった、まあ、ベンチャー、スタートアップベンチャーとかがどんどん倒産しちゃって収益落ちた一方で、リージャスは長期の、まあ、リースをオフィススペースに対して払わなきゃいけなかったんで、それで破産しちゃったわけですよね。だからコワーキングスペースだとかレンタルオフィスみたいなビジネスモデルってのは今だからこそ盛り上がってて、もう大手が続々と参入してきてるんですけど、いざ景気悪くなってしまうと、まあ、途端に収益が下がっちゃうようなビジネスモデルなんですよね。なので手元流動性の資金確保していかないと、常に確保しておかないといけないってことですよ。景気悪くなった時は誰も貸してくれないっていう話になってくるんで、まあ、結構ハイリスクなビジネスモデルなんですよね。で、これちなみに言うと、オーヨーライフも全く同じですよね。オーナーから借りて、それをちょっと高く貸してるっていう状況なんで、不況には弱いビジネスモデルです。なので、景気が悪くなると、まあ、ソフトバンク、ビジョンファンダー、ダブルパンチを見舞いますよって話ですね。で、これ、中の人の話によるとですね、まあ、今、レイオフの関係で、WeWorkの社員どんどん退職していって、どこに行ってるかっていうと、みんな結構、オーヨーライフに転職してるっていう人が多いみたいで、まあ、って感じですよね。で、コワーキングスペースのビジネス自体はですね、まあ健全なんですよ。まあニーズもしっかりとあるし、これから伸びていくだろうってことは期待されてるんですけど、まあ不況にならない限りって前提条件がついてるわけですね。なので、まあ、固いビジネスのはずなんで、過剰な拡大ペースをスローダウンさせて、安定稼働につなげられるかっていうのが WeWork の今後を左右するポイントなんです。ただその前に不況が来なければねって話ですね。なので事前に資金ある程度確保しておきましょうねって話なんで、今追加調達みたいな話なんですけど、まあそれどころじゃなくて支払い期限がどんどん来てるんで、まあさっさと資産切り売りしてですね、手元流動性を高めてくださいって話ですね。で、ソフトバンクなんですけども、ソフトバンクはこれまで累計110億ドル、約 1.2 兆円近くをですね、WeWorkに出してたわけですね。で、1株平均大体 65.8 ドルで、1億1万4000万株ですね。これ WeWorkの株取得していたと報じられていて、まあそれが全体の 29%
なってるわけです。で、そうすると単純計算するとですね、240億ドル、つまり 2.6 兆円くらいの、エグジットがないとですね、損失が発生しちゃうわけですよね。で、今の現状を見ると、もうそんな数字って、まあ、夢物語ですよね。下手したら3000億円くらいになるんじゃないかみたいなこと言われてるんで、まあ、2.6 兆円なんて逆立ちだって無理ですって話になってるわけです。しかも今縮小ですからね。なので、ソフトバンクビジョンファンドの先行きって結構厳しいです。で、もっとやばい話なのが、もともと、そのソフトバンクビジョンファンドの4割の出資者って、7% のリターンを確約する、まあ、優先株の形式っていうですね、ちょっと異常な契約になってるんですよね。で、まあ、追加出資分も含めて、まあ、今回のですね、WeWork の、まあ、問題でですね、下手したら1兆円ぐらい減損する可能性があるんですよ、このファンド。で、なので、大失敗に終わる可能性が出てきましたと。で、ビジョンファンドの残りの6割のうち半分はソフトバンクグループとその従業員が保有してるって言われてますんで、まあ割を食うのはソフトバンクグループなんですって話ですね。なんでかっていうと4割の出資者は優先株で、かつリターンも確定してるんで。さて、本日はですね、WeWorkのその後と、まあまた今後ですね。あと不動産市場の影響というテーマでお話しさせていただきました。まあ何せですね、第一本でどんどん自分たちで時価総額を勝手に高く設定していくっていうマッチポンプ式のビジネスっていうのが終焉を迎えたってことで、WeWorkブーム終焉みたいなニュース記事も出てます。まあそれによってですね、今後のスタートアップ市場への影響がすごい気になるところです。まあ本日ですね、ちょっといろいろの、まあ、センセーショナルなお話しさせていただきましたが、くどくなりますけれども、これは、まあ、米国だとかイギリスの各メディアで報道されている内容を取りまとめてご報告させていただきました。まあ、今後もですね、こういったまあ業界の状況だとか不動産の先行きみたいな動画っていうのはですね、編集していきたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。